このカエルまんじゅうですね、可愛らしいんでなかなか受けが良くて、見た目は可愛いですね、主人が結構これ好きなもんで、コーヒーとちょっとこう横に並べると可愛いじゃないですか、カエルっていうかね。
受けた。難しいと思います。滑ったり、滑る？穴が開いちゃったり、焦げちゃったり。穴が開くっていうのは強く。なるほど。力加減が重要ってことですか？やってみます。いいんですか？もうちょっと寝かせてやらないとね、結構寝かせてですか、ああなるほどなるほど、あなるほどなるほど、これ最後のはあの綺麗についたと思うんですけど、もうしゃくれ取るしゃくれこれで何点ですか？50点あ、でも難しいですね、これ難しいですね、結構目の部分がツルツルしてますので、そうなんですよ、滑りやすいってこういうことなんですね、そう、これは意外と難しい、これはそうですね、70点ぐらいかな、70点焼き付けしてるときはなんかどんな気持ちでというか、やってらっしゃるんですか？どんな気持ちで愛情込めてカエルの目を見ながらあ、なるほど、カエルと見つめ合いながら、そう